皆さんこんにちは、 JRP テレビジョンです。今回のテーマはこの神田沙也加さんの自殺と報道されている他殺の可能性を先ほど探っていったんですけれども、そこでつながっている一連の中に三浦春馬さんの、自殺イコール、他殺という事件があったわけですね。で、私はこの他殺かもしれないというのはこの JRP テレビジョンを通じて初めて知って衝撃だったんですけれども、まずその当時総裁がいろいろ詳しくお話ししてもらったんですけれども、もう一回ちょっと視聴者の方に分かるようにちょっと教えていただけませんか。その半グレの人の話とか。だからそもそもですね、私はいつも言ってるように、芸能界と、出版業界と、また別の弁護士団体と、また医者の団体と、全く違うのは、こっちは興行やってるわけですね。興行というのは敵屋が利権として持ってるわけです、これも江戸時代からそうなんです、芸能興行というのは、敵屋がやってるわけ、敵屋の仕事なんです、敵屋というのは一応親分がおって子分がおって、一般に呼び名はヤクザですね、だからヤクザと仇の違う業界なんです、芸能界は興行敵屋の業界である、だからこっちはそれ以外のものは仇の業界、ヤクザではないという、で組織犯罪処罰等によっては、反社会になっちゃうわけね、だから芸能界は反社会に関係してるわけ、だから自殺と言って全部収まってる事件も、ほとんど他殺だと、私は思ってきたわけ、そういうその人の考え方のもとで、三浦春馬を捉えて、どうもいろんな具体的事実をこう見てもですね、自殺じゃないなと、状況証拠でそう見るわけね、そういう中でこれは芸能界の場合はやはりその人たちのお金にまつわる対立があるんだ、金の分け方、興行の利益の分配の問題、こういうところで揉める場合が多いと、ここでこういう作品で一つの3億儲かるような仕事で、その配分について不平不満を言ってる連中というのはやっぱりその半グレの人たち、最近はそれ多いと思います、どういうもので具体的にそれじゃと言ったらわからないけども、今回については半グレの人が殺したというのは間違いない事実だと言って、当事者関連から私は聞いてるわけ、だから自信持って他殺だと言ったわけです、なんかね、カメラにも映ってたらしいんですよ、犯人が、乗り込んできてる、その前日にはものすごい激しい乱闘騒ぎになるぐらいの口論があったことも事実、やるぞ殺すぞという言葉がもう前日に出てるわけ、乗り込んできた連中が、だから翌日殺されてるわけでしょ、そこを捜査しないわけだろ、誰も、そうなんですよ、でですね、その、一応こう殺されたんじゃないかということが、ネット上でもね、割ともう騒がれてるわけですよ、それは三浦春馬は、いろんな意味で人気はすごくあってドル箱だったんですけれども、結構知ってはいけない秘密を知ってしまったんじゃないかとっていうのがあって、契約更新をしたくなかった、だけどその契約更新しないと知ってはいけない秘密が流れる恐怖と、
入れておけば秘密が流れないしお金にもなると、まあ、こういう理由で事務所は話したくなかったわけですよ。でじゃあどんなまあ秘密があるのかということで、ね、まあ、この三浦春馬さんというのは AAA というものに出演してて、でこれはアクターアゲンストエイズということで、エイズを撲滅しましょうというようなこのキャンペーンで、まあ、チャリティーだったんですね。でそれはものすごいお金が集まっているにもかかわらず計上されているのはこうすごい少ないお金なわけですよ。だから多分その裏金、まあ、作り の, マネーロンダリングなのか裏金を作っているのかわからないですけれど、そういうふうにこうデマのカモフラージュに三浦春馬さんとかが主軸になりながら作られていったっていうのがあるんですね。でそれで三浦春馬さんはそれだけじゃなくってこれはちょっとアミューズの保養所って言われているところなんですけれども、それが豊島保養所ということで香川県の方にあるわけですね。でこの、豊島っていうのは豊島っていうふうにこう書くんですけれども、そこですごい広い敷地で何が起これていたのかというと、ハリウッドスターが出入りしているシーンも目撃されているわけですよ。でそこでこれは憶測も含めてね、言われてることとすると、エビスタイン諸島と同じようなことがあったんじゃないかとっていうような、噂がちょっと立ってるわけですね。でそれで私は別のこのジャーナリズム関係から、入手したこの情報だと、ハリウッドスターって何かこう世界へこう駆け巡ってるから忙しいわけですよ。そうするとキャンペーンに来た後に、接待されて遊ぶとっていうことが一体 でそこで何か女の人を、提供するみたいなことがあった、あるっていう話は聞いたことがあるんですよ。でそこで結構加納姉妹っていうのは、これはある情報筋なんですけど、結構高い金額で売れてるハリウッドスターなんて何百万ってお金も簡単に出せるんで、一晩何百万で買うっていうことで、そういうことをチャーターするのも一つのこの芸能プロダクションの末端 の仕事であったという話を聞いたことがあるんですね。だから多分その辺のところで三浦春馬さんとか、あと AAA に出てる人が若い女の子を捕まえてきてくれっていうのがあって、三浦春馬はやりたくなかったから全然釣れなくって、でその時に竹脇さんと、あと岸谷五郎さんがいたと思うんですけれども、この、3人が割とメインのキャラクターので張ってたかなと思うんですけれども、岸谷さんとかは結構そこで女の子を引っ張る力が結構あって、地位が高いところにあったという話 でこの岸谷五郎さんというのは、これは自分が運動をやってる法政大学の運動をやってる時に、お手伝いした方なんですけれども、その時の運動関係者の一人が岸谷五郎と昔友達だったと。でも悪3人組で、もう一人いたらしいんですけれど、放火も50件ぐらいやったよっていうことを言ってたんですよ。で私はちょっとすべてを本当だっていうふうに言うつもりはないんだけれど、負のことを語る必要って全くないから、岸谷がやってたよだけだったら本当かどうかわからないんですけど、自分と誰それと誰それが3人こうつるんでそういうことをやってて、悪ばっかりしてた中だということで、自分も入れてそういうことをやっていたよということを言うわけですから、半分ぐらいは真実の可能性があるんじゃないかというふうに私は思ってるんですよ。で、そういうことをやってきた人だったら、その連れてきた女の子がどんな目に遭うかということを気にしなくても、できると。で三浦春馬さんって人柄結構良さそうなんで、やっぱりそれが嫌でやらなかったとっていう可能性もあるかなっていうのがあって、でそれを三浦春馬さんって暗号化して、ツイッターとかそのフェイスブックとかちょっと残してたみたいなんですよ。だから普通の人が読むと暗号だから
なんだろうこれってスルーしやすると、だけど変換をちゃんとチェックしてる読者みたいな人がいて、こう頭文字を取ってこれはこうだこうだっていうふうにやっていって、で多分岸谷五郎はいっぱい連れてきたんだろうということで、どうも手島保養所のことを言ってるようだみたいな話になってくるわけですよ。でまあとりあえず、まあ、これはいろいろと自分の体験とネット検索の両方と、あと、まあ、総裁の話で他殺の可能性があると、でそこに、まあ、理由があるんですけれども、AAA のやつは結構有名な話で、で多分その AAA で神田沙也加さんと共演してるんですよ。だからこうアミューズの人には多分絶対言えなかったから、神田沙也加さんアミューズじゃないんで、伝えたいことを自分のこうそのちょっと外側の人に漏らしてた可能性はあるんじゃないかと、っていうふうにちょっと、まあ、私は推理して、その一連の流れはっていうことをわざわざ残した人はきっとそういうふうになるんじゃないか、そこまでやるんだっていうことがあるから絶対こう別個だと思ってほしくないということで記録を残していったんじゃないかと思うんですよ。なのでまあ一応なんかそこの流れからいくと、あともう一つ三浦春馬さんが知ってしまった件っていうのがあって、それが志村けんの騒動なんですよ。でその志村けんっていうのはまあコロナ死で、まあ、有名になっていったんですけれども、うん、どうもコロナで死んだことにするというような設定だったんですよ。でそうすると小池百合子さんも事情を知ってて、普通だったら気の毒にとか、まあ、こう素晴らしい俳優でしたとかそういうふうに、まあ、言うところを彼のは最後の大きな貢献でしたみたいなね、コロナ死を貢献って言ってるから、まあ、そもそもそこですごくおかしいわけですよ、うん、死んでくれて貢献っていう言い方が、うん、だからコロナが怖いっていうことの宣伝に役立ったっていうことを小池百合子さんがそこで漏らしてしまったと思うんですけれども、多分そういうストーリーの中に、まあ、志村けんが組み込まれていったと。でそうするとお兄さんがこう全然こう対面できてないわけですよ。要するに感染が移るとダメだからって言って死に顔を見れなかったというふうに言ってるわけですね。で、まあ、普通で考えると、まあ、大体そのコロナ死ってこう死に顔って見させてもらえないんですけど、そのコロナが怖いっていうのは人間が生きてると細胞分裂するから増えていくから移るよという話なわけであって、死んでる人間が移すって誰が言ったのかっていうね、それはウイルスが残っているということであれば物体残ってるウイルスって普通大体2時間で消滅っていうか不活化されてくるんで効果なくなっちゃうし、そんなのは大体私たちが医療関係者とかこう消毒するときにもね、もう洗剤で十分だし日光照射でももう全然 OK ぐらいの、外にある増やす媒体がないところの、まあ、ウイルスの弱さっていうのはもう歴然としたものがあるわけですよ。力なくなっちゃうっていう。でにもかかわらず何日か置いまあ、1日2日置いとくわけじゃないですか。でもそれでも絶対合わせないっていうほど何か隠したいことがあったんじゃないかと、というふうに私は読んじゃうんで、こういうなんていうかコロナだから死に顔を見れないっていうとどんなストーリーもできちゃうからおかしいんじゃないかというふうに思ってたんですけど、なんかやっぱり一つの、まあ、マインドコントロールで身内に会えなかったとしても上が言ってることを信じるっていうようなね、もうマインドコントロールの、まあ、創作の中に あるんですよ。でどうも、まあ、その三浦春馬の話だと違うところにこう、まあ、運ばれてったらしいということで、実は死んでないんじゃないかというね、まあ、これ疑惑で、それは本当かどうかは断言はできないですけれども、そういう言葉を三浦春馬さんが残してたというのはちょっと記録に残ってたみたいなんですよ、うん、なので、まあ、それ考えると小池百合子さんの意味不明な貢献をしたというこう最後の貢献でしたっていうね、まあ意味不明なセリフとかちょっとつながってくるっていう、だからまあ、そういう役割を果たして、まあ、言ってくれとっていうことで、うん、なんていうか、まあ、ちょっと言うこと聞かない俳優とかに対して海外だったらトム・ハンクスとか、まあ、脅しをかけていって、その彼もその、まあ、
こう、まあ、ミユさん的にはロンベル氏なんですけれども、あのトム・ハンクスのことはあのよくわからないんですけれど、結構あのワクチン反対運動をあの人やってたんですよ結構、うん、だから何かそういうのであのこう最後に、まあ、こうしてくれということであのこう役者としてそういう終わり方を、まあ、させられてった一人で、そのことを三浦春馬さんがちらっと言ってたから、結構彼は秘密を知っていてあの脅されてたと。でその、まあ、お金をめぐるっていうのもこのトリプル A の、 あのマネロンかあの裏金作りかわからないけれど、あの集まったよっていうのはあのこう、まあ、カンパだから計上されてない、チャリティーだから計上されてないから、どっかでこの嘘があってそういうふうになってるんじゃないかというような、まあ、このちょっとあの殺される要因 の、 あの、まあ、元としてあったんじゃないかというふうにちょっと私の調べた結果では思いました。うんうん、まあまあ、まずまずまあ、早見推理はあの正確に、まあ、ポイントをついてるとは思うけども、まあいずれにしても、あの他殺であると、100% 他殺であるというのはもう間違いない。そうですね、もうそれはそうだと思います。はい、なんかまあね、いろいろ、まあ、俺は言ってるけどもね、現実に、神戸松浦組二代目笠岡にも言ってるわけだから、水野美紀を殺してくれと、まあ、そんないっぱいあるわけだ、ケースは。だからまあ、もう芸能界というのは、まあ、お金でトラブって、その解決のための殺人というのは、まあもう常識だと、あって当たり前だと、珍しいケースではないと。だから三浦春馬が殺されたのも、あと当然のことだろうが当たり前だと、そういう社会なんで、やっぱりはっきりと言えば半グレも含めて、ヤクザ社会なんで、芸能界は。まさにこの50年というのは、これあの一般社会はコンプライアンスを非常に重視するようになってます、一般は。芸能界は未だにその反社会と一体となって動かしているというのは事実。これは私がもうあの 100% 証明できるから。ありがとうございます。うん、あのやっぱりこう体験してて、いろんなこう情報を持ってると説得力違いますよね。だからまあここでも何回も言うで、松田聖子が独立するときに、ものすごい嫌がらせがあったわけ、ね、もうデコード会社ソニーをはじめ、出入りできなくなる、身の危険も感じる、あらゆる面で追い込まれてしまった、それで私のところに頼みに来た、私が受けて、松田聖子のその利権を持つ人物に電話して、松田聖子の独立については、わしがあの面倒見てるから、よろしく頼みますねと言ったら分かりましたと、全面的に応援いたしますと言って、しかし翌日出てきたのは後藤組だし、そういうことを断ったら、俺は逆者救済で、弱い者をいじめるやつと戦うのは俺の生き様だから、帰れと言って断ったら、今度は山口組、当時は山県でなければ、山口組にあらずと言われて、山県がもう一番大きかったわけ、みんな恐れる山県組の東京代表の剣丈二というのが来て、総裁何かあの松田聖子の件で揉めてるんじゃないかと言うから、いやもう揉めてないよと、昨日も後藤組が来たけど、俺はあのそういう問題については逆者を救済する。松田先生は好きじゃないけどもね、あの鶏みたいな女は
その好きじゃないけども、いじめられてるのは助ける気持ち、義行心だね、これは。素晴らしいですね。武士道で私は助けるんだと。だから、あなたのところが来ようが、誰が来ようが、俺は助けると言って約束してるから、その立場を変えないよと。言って、トリキっていうのを追い返したわけ。これはこの日本工業のマスダも来たわけ。当時理事長の。もういい加減してくれと。ヤクザを使って、俺を脅す気かと。そういう時に言って、わしは、マスダ理事長を追い返したわけ。これ事実だから、これ。なんでそんなヤクザがつけるんだ、俺をちょこへ。普通の、あれ、民間の取引じゃありえないじゃない。ありえないですね。だから芸能界っていうのは、それは恐ろしいとこだなという感じがするね。そうですね。で、まあ、最後にこの、まあ、あの三浦春馬さんの自殺報道もすぐにパッとやったのが文春なんですよ。だからその文春が割とそういう、こうイメージに一役買ってるのかなっていうのがあって、で多分その辺を流していったのもアミューズじゃないかなと思うんですね。まあ、そもそもまあ亡くなったところがアミューズの事務所がずらっとあるようなところでに、あの三浦さん住んでたみたいで、あのそこでやられてるんで全部アミューズネタなんだと思います。なるほど。まあ、裏はやっぱりだんご癒着あるでしょ。そうですね。しかしその先ほどちょっと話で取った、CIA がこの殺人事件に絡んでることはあるかも。私あのちょっとあの、まあ、オウム県でこういうのあるのかなっていうふうに思ったのと、あとやっぱりあのスノーデンが、まあ、結構暴露してるんですよ。でそれとあの警察がちゃんと調べないっていうのは大体 CIA が入り込んで捜査ストップさせてるんで入り込めないっていうのがあるんで、あのオウムの霞ヶ関事件はそうやわな。なんで、あの多分あの分かんないんですけど、あのこの、まあ、CIA が絡んでんじゃないかというのは一つのこれあの、まあ、フリーメイソンというかイルミナティの儀式っていうのがあって、まあ、ダ・ヴィンチコードっていうあの、まあ、映画もあったと思うんですけれども、そういう男女が、まあ、乱れてあの抱き合うと、あの要するに悪魔崇拝の儀式の、まあ、一個で悪いと言われてる行為をするみたいなものがあるんですよ。でそういうことがあるというのはあの一つ あの歴史的事実としてあって、でそれであの、まあ、芸能界って美しい面もあるんだけれど男女のドロドロしたものも引きずりますよね。でそういうところに、まあ、人があのこう正常に生きてるから背徳的なものに惹かれてあの面白がるみたいなものがあって、でそういう役柄を本気になってやってほしいから、まあ、ちょっと背徳的なことを教育していくっていうところはあの昔からあったんじゃないかと思うんですよ。だからこう要するにまあ女性があの、まあ、好きでもないところに行ってあの、まあ、抱かれるとかっていうことがあの普通にこうされてたけれど、そこの壁を破らないと妖艶な演技はできないとかね、まあ、そういうことで工業的にもそういう方が儲かっていくし、その背徳的なものを維持していってあの、まあ、文化をあの、まあ、庶民を、まあ、バカにするじゃないですけれど、あのこうセックス好きにさせていってそういう世界に落とし込めるとっていうところで、その、まあ、タレントもその役としてのあの、まあ、位置に落ちてほしいと。で普通こうタレントってやっぱり努力して、あの三浦春馬さんもこうダンスうまかったし歌声もいい歌声してて自分の力だと思うんだけど、したらよって思い込ませるために、まあ、いろんなことをあのこう、まあ、嫌がらせをしたりなんだりして下に落とし込めようとするわけですよ。だから多分そのハリウッドスターがそこに行ってたという、まあ、事実関係とか、そういう接待を常々する習慣があったっていうね、まあ、ことから見てもあの日本だけの話ではないんじゃないかというふうに私読むんですよ。でそうすると表沙汰にしないために CIA が管理してるっていうのは絶対あるんじゃないかというふうにね、あのちょっと思っちゃうところ。もちろん CIA っていうのはやっぱり情報機関だから、何でもありだよね、何でもありだから、売春もお手の物、だからそれとはイルミナティの悪魔教の儀式に絡む問題、
まあ、これもまあ、普通の一般の社会の全然もうかけ離れた、そうですよね、特殊な何を、まあ、イルミナティが全部そうじゃないけどね、イルミナティの一部だよね、まあ、歴史的にそういう行事をやってるという舞台があるのは間違いないだろうけど、日本のこの中で試合がそのハリウッドセスターも交えて、そういうことをやってるかどうかということだね。だからまあ試合っていうのは多分 そこがこう入ってないとここまで隠し通せなかったんじゃないかというふうに私ちょっと読んじゃうところがあって、こう少しずつはまあ、そういうハリウッドスターのセッターの話とかこう流れてきてるんですけれど、まあ、プチエンジェル事件とかまあ、なんだっけ、こう大蔵省の接待事件とかちょっと、まあ、もちろん話し合いですよ。そうだからノーパイサブシャブはそう日本のその社会をまあ、下ネタでがんじがらめにしていくっていうことは彼らたちがやってきたことで、まあ、例えば政治の中枢とかでもその人を支配するためには金と女、もちろんそのつけもんですよ。そうそう、だからイルミナティのテクニックの中には、まあ、よくそういう場面は見られるわな、だからIMF の専務理事が、入れ替える時にもね、こいつをクビにしないかなと思った時に、やっぱりスウェーデンのとかホテルで、ストックホルムかとかのホテルでね、メイドか誰かのお尻を叩いた、頑張りようかと叩いただけで、ニュースはセクハラ、ね、専門理事はセクハラでも何でもないじゃないかな、そうですよね、ね、頑張りようってポンと叩いたらね、セクハラだと言って CNN は全世界にどえらい事件のごとく報道して、辞めさせて、次の交代人事で、ラガルト女子が専門理事になって、今彼女はECB ヨーロッパセントラルバンクの総裁になってる、IMF からね、だからそういう人事においてもですね、交代した時にそういう本当にくだらない、事件を心象膨大にプロパガンダでして、そしてそれを落とし入れるというのはもう常にあるからね、だから今の中国におけるテニスの女王が、何と、中国の幹部の方ですよね、副首相、副首相と愛人関係だ言って、北京オリンピックをボイコットの運動に使ってたね、まあ、ああいうのを見てもですね、やっぱり、まあ、しょっちゅうその男女の関係は政府の要人とあるわけだから、北朝鮮だって今の金正恩にしても金正恩にしても、いわゆる金正日の5番目の目掛けの子ですよ、だから5番目の目掛け持ってても、それが喜び組の人ですから、まああまりそのどれ詐欺にならんけど、普通ならば、まあ、イルミナティ流の叩き方をすれば、喜び組の5番目が今政権取った金正恩だと、ね、言って、まあ、ボロンチョンに叩かれるはずやけど、まあそこまでは及ばないんだイルミナティは、北朝鮮までやらないわけ、自分たちが必要とするときは本当にね、セックススキャンダル、簡単なものを、大騒動するからね、非常に、まあそういう、まあ、いまだに同じ手口でやってるっていうのはね、あまり彼らも進歩してないなっていうこと。そうなんですよ、だから多分それで、こう
欲しいものを与えて、地位も与えて、言うこと聞かないと、もあのスキャンダルで死失墜させるっていう。うん、しょっちゅうやってね、それ、うん、見せしめる。すぐ分かるんで、うん、でももうそういうことでやりよるしね。まあ、色仕掛け、まあ、何でもありだね、ここは。そうですね。うん、はい、ありがとうございました。